ねえ起きて、起きてってば。ようこそ安西こころさん、お待ちしてました。お城、おめでとう。君たちは選ばれし7人だ。どんな願いでも一つだけ叶えてやろう。願いが叶うって何？狼様と呼べ。なんで俺たちなのかな。一つだけ叶えたい願いがある。叶えたい願いがあるならば、この城のどこかにある鍵を探し出してもらわねばならない。一つだけみんなで約束しないか。たとえ鍵を見つけたとしても、それは3月の末まで使わない。そうね、ここなくなるの嫌だし。お城好きだから。うん。ただ一つ言い忘れていたことがあった。え？鍵を見つけ出し願いを叶えた時点で、お前たちはここでの記憶を一切失う。それって、あなたの幸せの中。あのさ、ここにいるみんな学校行ってないんだよね。バッタみたい。俺たちもしかして助け合えるんじゃねえのかな。よく耐えたよ心。心ちゃんは毎日戦ってるでしょ。この城で心やみんなと出会えたこと、きっと意味があると思うんだ。どちらを選ぶかはお前たち次第だ。どうして、どうして、どうして。大丈夫だから。一人じゃないよ心。心、心ちゃん、みんな、みんな、私たちは会えるよ。助け合える。だから生きなきゃダメ。鏡の古城。ありがとう、さよなら。